ガリムさんどうも、橋本でございます。前回に続きまして、ベートーベン交響曲第1番、今日から第2楽章の解説に入ります。第2楽章は第1楽章と比べるとゆっくりしたテンポになっているんですけれども、母音をどのように組み立てるかが非常に難しい部分が出てきますので、そこに重点を置きながら解説していきたいと思います。でベースパートは特に中間部に相当する部分が一番テンポの取り方が難しい部分になりますので、そこをポジションを中心に解説していきたいと思います。1回目の今日は冒頭から95小節目までを解説していきます。冒頭は8分の3拍子で始まります。でテンポの指定はアンダンデとなっていますが、それほどゆっくりすぎではありませんので、まあ、歩くようなテンポというふうに考えていただきたいと思います。ベースは11小節目と1拍前から入ります。最初のボーイングはダウンからの弓順で弾いていただいて構いません。今止まりましたポジションは D と F のスラーを D 線1本で4、1と取った後、オクターブ下の F を1で取ります。でその後のオクターブの F はポジションは変えずにハーフポジションで取るようにしてください。その後15小節目のボーイングはここからもうダウンからの弓順。次のスラはアップ、ソウルサンドをダウン、あと3回ソウルサンドを続く部分はいずれもダウンと呼ばれます。ここまでよろしいでしょうか。そして最後弾きましたボーイングは今ダウンから弾き直しを行ったんですけれども、このように弾いていただいても構いませんし、あるいは2拍目3拍目のチェーをなのようにアップアップと弾いていただいても構いません。続いて35小節目はポジションを説明していきます。最初のチスは第3ポジションからスタートしてチスは2で取ります。でここからポジションを変えずに R を D 線で4で、再び D 線に戻って D を4で、オクターブ下の D は解放を使っていただいて構いません。でその後37小節目は R をまた2からスタートして第2ポジションでまとめて取ることができます。Gは押さえて D 線で4で、Cのオクターブを4、1と取る形になります。もう一度35小節目から弾きますと、ここまでこのような形となります。39小節目のポイントはクレッシェンドがありますので、ここはアップからの弓順で弾いていただきたいと思います。でピアノの Gはここはダウンから入って弓順となります。46小節目から始まるフレーズのボーイングですが、ここは2つのパターンを説明します。まず1つはダウンアップアップで、次の小節の頭がダウンとなります。でもう1つはアップから入って弓順、このどちらかを選択していただきたいと思います。まあ、一般的には最初弾いたパターンの方が多いんですけれども、最初のダウンが弓先で入る形になりますので、少し音量が出しにくくなるという不利な要素がありますので、それを解消したいのであれば2回目のパターンのようにアップから入って弓順で弾いていただいても構いません。47小節目48小節目後半のフレーズのポジションなんですけれども、ここは第3ポジションを使うとまとめて取ることができます。最初の D を4で C を1で取って、で次の32分音符のギズは D 線で2で取っていただきたいと思います。ゆっくり弾きますと、最後の R は D 線で4で取る形となります。49小節目からのボーイング、200目からソウルサンドが随所に出てきますので、その都度ダウンとします。最後今アップアップと弾いたんですけれども、ダウンで弾き直しを行って、ダウンダウンアップと弾いていただいても構いません。54小節目から始まるリズムのパターンのボーイングはダウンから入って弓順で弾くと、最後60小節目がアップで入ってそのまま弓順で弾いていただいて構いません。62小節目からのボーイングも先ほど弾きました2つのパターンのもしくはこのどちらかを選択していただきたいと思います。でポジションは今Gを開放で取ったんですけれども、今弾きましたように D 線で押さえて取っていただいても構いません。64小節目の繰り返しは最初に戻る形となります。で繰り返しが終わったその先69小節目と1拍前から始まります。
でこのポジションなんですけれども、最初のアスとエスはデーセントアーセンを使って4-4と取っていただきたいと思います。で次のセイアスは1-2このような形となります。でそこからポジションは変えずにアスとデスももう2-2と取っていただいて構いません。でその後のボーイング71小節目からはダウンから入った後はダウンダウンアップアップダウンダウンアップアップの繰り返しとなります。最後の8ボップの声がダウンで終わる形となります。82小節目以降のボーイングはその都度入りをダウンと弾いていただきたいと思います。最初から弾きますと、次もダウン、ピアノの入りもダウン、その後もダウンから入って弓順となります。最後の杖も同じようにダウンと弾くようにしてください。はい、今日はここまでとさせていただきます。冒頭説明しましたように、この第2楽章はアンダンデとなっていますが、あまりテンポは遅すぎではないというふうに考えていただきたいと思います。特にベースが遅くなりすぎてしまいますと音楽がだんだん間延びして弾いてしまいますので、常にベースが先にリードするという意識を持ちながら練習していただきたいと思います。第2楽章1回目の解説はここまでとなります。解説動画のリクエストがございましたらコメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。